皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作力チャンネル動画のご視聴ありがとうございます。今日はですね、この愛車エクストレイルのですね、ブレーキパッドの交換をやってみたいと思います。はい。今回交換するのは、リアのブレーキパッドなんですけれども、この車の前回の点検の時にですね、ディーラーの方から、まあ、リアのディスクのブレーキパッドがだいぶ摩耗してますということで、まあ、近々交換時期ですということだったんですけれども、まあ、今回ですね、ちょっとその交換をですね、自分でやってみようということになったわけですけれども、まあ、ディーラーにその交換をお願いするとね、パーツ自体はそんなに高くないんですけど、工賃がね、結構高いですよね。はい。だからといって、まあ、慣れない方が、まあ、車の重要な要素である、走る、曲がる、止まるですね。このブレーキの方の、まあ、整備をね、やるっていうのは、まあ、ちょっと危険も伴いますので、まあ、この動画、一応、こう、交換することになりますけれども、別にその、一般の方が、そういうところを整備することを、まあ、お勧めするわけではありません。はい。あくまで自分の、まあ、なんちゅうかね、経験をちょっと積む動画というだけなんで、まあ、参考程度、本当に参考程度に見ていただければと思います。はい。はい。で、こちらが、リアのブレーキパッドの一セットになります。はい。まあ、ブレーキパッドは、こう、両側からこう挟み込むんでね、それぞれ右と左で、2枚ずつあるんですけれども、まあ、ほぼ形は一緒ですけど、1箇所だけ違う点があって、はい、ここになんかこれ、金属がついてますけども、これがですね、こう、ブレーキパッドがこう摩耗してくると、この金属の先端がですね、ブレーキディスクに当たって、こうキーキーと音を立てることで、まあそろそろ交換時期ですよっていうのをね、促すわけですけれども。はい。で、新品のブレーキパッドなんですけど、まあ取り付ける前に、ちょっと一手間、やった方がいいかなということがあるんですけど、この新品のブレーキパッドの、ここですね、この、いわゆる、まあなんていうか、肩のあたりって言いますか、ここのところが、まあ、直角になってますよね。まあ、すっきりとした、こう、カチッとした直角になってるんですけど、このブレーキパッドがその今ついてるブレーキパッドよりも、まあ、若干こう幅が広かったりした場合、そのブレーキディスクがそのブレーキパッドに当たることによって当然摩耗してるので、その摩耗してるへこみ、それよりもこのブレーキパッドがこう大きくなっちゃうと、このブレーキパッドの当たる感じによってはこうブレーキがキーキーこう鳴いてしまうと、ブレーキ鳴きが起きる可能性があるので、この肩のところですね、ここを若干こうなだらかにして、当たりをまあね、ソフトというか、まあそうきつく当たらないようにするという一手間が必要かなと思うんですけど、この肩のところをですね、ヤスリで若干削ってあげて、少しこう滑らかにしてあげるという作業をします。まあ、新品のブレーキパッドを鳴らすにあたって、まあこういった、まあ、耐水でなくてもいいんですけど、紙やすりでもいいんですけど、まあ、使うにあたってはですね、そんなに目の細かくない、まあ400番よりもちょっと粗めの、まあ、240番とか使ってみたいと思います。はい、はい、やすりを使ってここですね、ここを少しなだらかに削ってあげると。若干落とすだけでいいんで、あんまりこう削っちゃうとね、当たる面積がこうちっちゃくなっちゃいますから。はい、というわけで4つともここの面取りをやりましたので、これから交換作業をやっていきたいと思います。はい、というわけでこれが後輪のブレーキになります。はい、これがブレーキキャリパーですね。で、この内側にこう1枚ずつブレーキパッドが入っています。で、こっちがディスクブレーキですね。はい。で、このキャリパーの後ろに上下2本こうボルトがあるんですけど、まあ、これスライドピンといって、まあ、ボルトはここしか見えてませんけど、
こっちにこう長くこうつながってて、まずはこのピン、両方とも緩めるんですけれども、こっちの上は緩める、軽く緩める感じで、下はもう完全に外しちゃいます。はい。スライドピン抜けました。するとこのキャリパー部分が上に持ち上がります。こう上がりますね。はい、はい、でこのキャリパー部分はですね、これ以上上に上がらないんで、それだとここガタンって落っこっちゃうんでね、まあ作業するときにちょっと邪魔にはなりますんで、まああればこういった S 字フック的なものでこう引っ掛けて止めておけばいいかなと思います。はい、でここにあるこの丸い物体、これがブレーキのピストンになるわけなんですけど、これが油圧でこっち側にこうせり出してくることで、こうこっちの、ブレーキディスクを押して、はい、でこっち側は支えになってこのディスクブレーキを挟むことで、制動がかかるというメカニズムですね。でまあここまでくればこちらの、ブレーキパッドは交換できるようになります。はい、じゃあブレーキパッドを外します。まあ、もうフリーになってるのでね、こう引っ張れば簡単に外せます。ただ若干固着してるような場合もあるので、ちょっと力が必要かもしれませんね。はい、はい、このように新品と比べるとだいぶ摩耗してますよね。残りが3ミリあるかどうか、2ミリくらいでしょうかね。はい、はい、奥側のパッドです。まだ一応これセンサーのところは露出してないんで、まあ、こう、キーキーは言ってなかったんですけど、まあ、交換時期はだいぶ過ぎちゃってた状態ですね。はい。はい。で、この、ピストンの当たる側にはですね、シムという、この金属のプレートがついてるんですけれども、今日古い方はね、このピストンの跡が残ってますけど、これ、今回購入したブレーキパッドには新しいこうシムがついてるんで、今回はこっちを使いたいと思います。はい、で新品のブレーキパッドとシムの間に、グリースを塗ります。こういうふうにシムは外れますので、ここにちょっと丸いのが2つ見えるかと思うんですけど、この辺にですね、グリースを塗っていきます。からシムを戻します。はい、これ OK ですね。あとこの上下にこう出っ張ってるところにもグリースを塗っておきます。はい、そしたらブレーキパッドを取り付けていきます。でこのセンサーがついている方が車体の内側、こちらが外側になります。はい、もう一つ重要な作業があるんですが、これですね、ピストン、これが今出っ張った状態になってるんですけど、これを戻さないとですね、この新しいブレーキパッドで厚みが増えた分、出っ張ってるところが当たってこう締まらなくなっちゃうんで、このキャリパーが。なので一旦このピストンを、奥に戻します。はい、で戻す際にですね、車のボンネットの中に、ブレーキオイルのタンクがあるんですけども、そこがその、摩耗した状態で、マックスまでこう補充されてると、こうピストンを戻すことによってオイルがタンクに戻るわけですけども、それによってこうタンクが
溢れてしまう可能性があるので、一応このピストンを戻す前にそのブレーキのタンクを見てですね、すでにこうマックスになってる時は若干そのオイルを抜いた方がいいと思います。でこのピストンですね、この奥までぐーっと戻す必要があるんですけど、一応このピストンを戻すための工具も一応売ってはいるんですが、はい、こちら100均で売ってる C 型クランプですね、まあ、これで代用することもできます、はい、一応専用の工具はまあ1000円くらいで売ってるんで、まあ、持っててもいいかなと思うんですけど、まあ、この作業しか使わないんで、まあ、だったらこの100均の C 型クランプでもいいのかなと思います、はい。そしたらキャリパーを戻していきます。スライドピンを戻します。でここにブーツがあるんで、これが、まあ、めくれないように気をつけながら締めていきます。多分締めてる途中でどうしてもこのブーツはめくれちゃうと思うんで、最後に締め終わったら、めくれてないかどうかだけチェックしてもらった方がいいと思います。というわけでこれで交換が終わりました。あとは反対側も同じように作業していきます、はい、片方のピストンを戻した状態で、ブレーキオイルの状態がこれマックスの上に行っちゃってるんで、これもう片方を戻すともしかするとあふれっかもしれないんで、これ一応少し抜いておきます、はい、オイル抜くときはですね、こういうオイラーといった道具を使うんですけど、まあ、これ100円くらいで売ってるんで、買っておいて損はないかなと思います、はい、ただガーデニングに使う水差し、あれは使わないようにしてくださいね。はい、というわけでこれ作業は終わりになるんですけど、まあ、一応念には念を入れて、まあ自宅の敷地内でですね、ちゃんとブレーキが効くかどうかのテストをやってから路上に出て慣らし運転やっていきたいと思います。はい、とりあえず大丈夫っぽい感じなんで、ちょっとこれから慣らし運転行ってみたいと思います。
はい、ざっと20キロくらい慣らし運転やってきたんですけど、まあブレーキなきもないので、パーツはまあ適正に取り付けられたんじゃないかなと思うんですけれども、でまあ最初に言ったかと思うんですけども、別にこの動画はですね、一般の方にそういうパーツを交換するっていうことをね、推奨するわけの動画ではございませんので、まああくまで、このエクストレイルのブレーキの様子がああいう感じになってるっていうのをね、分かっていただければなということで、まあ参考までにということで、ご覧いただければと思います。はい。というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画は再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。